献花、遺族代表江頭玲子さん、被爆者代表倉森照美さん、長崎市長および長崎市議会議長が聖火を捧げます。来賓の方々に献花をお願いいたします。内閣総理大臣菅義偉様、衆議院議長大島理森様、参議院副議長小川敏夫様、外務大臣代理外務副大臣鷲尾英一郎様、厚生労働大臣田村憲久様、自由民主党代表山口剛様、立憲民主党代表枝野幸男様、公明党代表山口那津男様、日本維新の会代表東徹様、参日本共産党代表小池晃様、参国民民主党代表玉木雄一郎様、参社会民主党代表福島みずほ様、国際連合事務次長兼軍縮担当上級代表中満泉様、長崎県知事中村報道様、長崎県議会議長坂本智則様、広島市長松井和美様、広島市議会議長山田春夫様、広島市被爆者代表野村明子様、原爆死没者全国遺族代表加藤浅太郎様、上松律子様、赤十字国際委員会駐日代表レジス・サビオ様、アラブ首長国連邦特命全権大使シハブ・アハマド・アル・ファヒーム様、ハイチ共和国特命全権大使エルフ・モノド・オノラ様、チェコ共和国特命全権大使マルチン・トムチョ様、ベナン共和国特命全権大使マカリミ・アビソラ・アデチュブ様、
続いて式典参列者代表の方々の献花をお願いいたします。まもなく11時2分です。原爆死没者のご冥福と平和を祈り黙祷を捧げます。会場の皆様、ご起立をお願いします。